さん、ありがとうございます。そう、おきちゃんが隣の部屋におられます。今日誕生日なんです。あ、センスがある、センスあるんですよ、あっちにある。ちょっと待って、すいません、おきちゃんのファンの皆さん、すいません、扇子をさせていただきます。こうきくんさん、こうきくんさん、お誕生日おめでとうございます。同室なんです。めちゃめちゃなんかスライド扉しか隔たりがないから全部聞こえる。うん、風地ほうきみつまいきゅうふくちゃん、そう、明日宇野港でもう開港記念にお祝いをさせていただくんですけど、それの前乗りに来ております。福ちゃんに何したんです？気になって眠れません。何もしてないんです。膝枕させられた。明日高校生枠で行く。お、お待ちしております。玉の市、明日県岡山市民になって。お、そうなんですか。岡山いいな。今日は寝坊だったの。いや、自分があんなに遅れてるのって気づかなくて、自分は39分ぐらいのつもりで始めたんですよ。そしたら57分に始めてたって聞いてびっくり。今日の朝は本当にごめんなさい。今日のみちさんの感じいつにも増してよき。本当？でも今日新しい iPhone でやってるから広角レンズでなんか顔が歪んでる。ミチのゆるふわ女子化計画第3戦。そうなのよ、ゆるふわ女子計画してるからちょっとツイッターにしてみた今日は。そうです、なんか可愛い印象をつけていこうかなみたいな。服ピンクの服着てたらびっくりされるから
あえてピンクばっか着たりとか。話し方はゆるふわ。ほんと？めっちゃ好き。イエーイ。そうそうそう。魚眼レンズっぽいでしょ。耳が小さくて可愛い。そう、ちっちゃいんですよ、私。久しぶりにフォンズがショールームからガツになった。そうです。目の前のこれはなんかホテルのスリッパをなんか立てかけるやつのに挟んでるから、こうその銀にショールーム画面が映って銀と水色になってる。触覚とツインと黄金比。触覚こっちはいいんだけどこっちないんだよ。伸ばし中これ。これを伸ばしてる最中。久々にナチュラルな道見て20歳には見えると思って見てる。何歳になってると思うの？ん？何歳だと思うの？ね。いい感じ。今日の前髪のファン伸びたんですよね、めっちゃ。ほらめっちゃ伸びてない？巻きも取れたしね。でもいいよね、この感じ。わかる。坪井祐介さん、バンジェラモンスターさん、キョンシーさん、快速タックンさん、スグルさん、ユキさん、大地さん、京平さん、スカパラダさん、近所の犬に懐かれたさん、キョンシーさん、甘栗クリちゃんさん、東京 TK 局長さん、修造さん、キヨさん、イシケンマシンさん、大チョコピマルさん、ユキさん、キョンシーさん、快速タックンさん、またたびさん、コータンさん、スグルさん、スランプくんさん、ムケンさん、ダダダダムナさん、セリアさん、アモヌさん、アキラさん、ハマチャさん、ダイチさん、ありがとう。ほうだまってものかな。ジムで買えるね、それな。でも私ジムがなくてガチャガチャしすぎて、あの姿見のガチャめっちゃしちゃってジムなくて買えなかった。ソラハちゃんが触覚憧れて真似してる。そうなの？アンパンマンみたいじゃない？不細工。16歳か。え、マジ？若くなってるってこと？今日は眉毛眉マスカラだけしても、眉マスカラで眉毛描いた。部活頑張ったら道ね。あら、頑張って。この間ソラハちゃんが道と同じ形の触覚できたって喜んでた。え、でもソラハちゃんなんかパッツンのイメージだったんやけど、私もでもパッツンだったからさ、今までここら辺伸ばしてるんだよ、ほら、いい感じになるように。ほら伸ばすの大変やな。まだお風呂入ってな。から入るよ。
ちゃ思った。普通ありがとう、オンライン特典全楽。あら、ホジェさんありがとう。名前が戻ってる。今日見てプレゼントにあったね、上着が可愛かったからね、あのね、事務所に行ってね、あの着てった上着を置いて、そっちの上着を着て岡山まで来たんですけど、そしたらね、新しくてね、ここにいっぱい白いのがついた。こっちの方が見やすいわ。ほらもうこれが袖中全部ついてる。なっくんさん、けんちゃんさんありがとう。リアニの主題歌好きすぎる。いいよね。伸ばした手星の光眩しすぎて名前変えてみた。ありがとうパイセン。おやすみなさい。おもちんさんありがとう。黒だから余計になっちゃう。そうなのよ、そうなのよ。今日二十歳になりました。きょうきょうさん、お誕生日おめでとうございます。笑ってる。よっしゃ、きょうきょうさんおめでとう。おめでとうございます。きょうきょうさんおめでとうございます。そういや、まなみのりさのみのりさんと知り合いなんやね。まなみのりささんは皆さん知り合いというか、あの自分がアクターズに入りたいって思って、夏季講習じゃない、なんていう、夏季特別サマースクールと、そのなんか入る前のやつに行ったんですよ。その時のあのダンスの先生のアシスタントさんがまなみのりささんだったんですよね。だからそう、 M ケンさん、だっちゃんザナチキさんありがとう。え、これタワーなの？すごい、ありがとうございます。だっちゃんザナチキ、伝説の今まみつき焙煎さんありがとう。温泉タワー初めて見た。ありがとうございます。待って、よいしょ、あのさ、明日のさ、STU48 とも別れてるんですか？みちゅとおきちゃん、みちゅとおきさん、誕生日メールありがとうございます。お、Thank you。撮ってくれてありがとう、二人も。ズボン
ズボンバーバリーガール、これはウィンボーでございます。電気切れた。2020年11月20日今日ツインテだと幼く見える19歳ぐらい、1歳しか変わってないやないかい。ここ動かんと電気切れる。エコだってジャンザナチキさん、ありがとうございます。映っとる？映ってない。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうだっちゃんさん、なつきさん、泳ぎません。地域レーダーね、ありがとう。この角度もらってる、ほんと？あんまりこの携帯で配信せんけん、なんか顔違くない？違うね、全然違うんですよ、ショールームの写りって。携帯とか iPad でも全然違うし。手紙ってここ最近も普通に送れるのかな。受け付けております。一気ドラさん、二気も手紙だけ、まだプレゼント解禁されてない。粘ったぜ、ありがとう。早いもので水の誕生日3ヶ月切りました。早っ。20歳何してたんだろう私。気が切る。最近スカート履くことある？うん、ロングなら。端末によってそんな変わるもんですか？え、結構変わりますよ。プレゼントと手紙も送りやすい。マジ？ありがとう。プレゼントって自分の名前も記入するの？ん？誰から来たか分かるのってこと？なんか袋って分かれたりしてる？ツイン最近多くて幼くて今日は良き。え？ツイン最近多いっけ？やってた私。でもちょっとひながツインでさ、ポンポンって感じの、このポンポンツインしてるじゃないですか。だからそう、ちょっと慣れとこうと思って、自分のツインにそれでやってるのもある。服めっちゃ好きな人なんでいいのだって。ありがとう。まつげ美容器とお風呂上がりつける。うん、寝る前につける。めっちゃ伸びたんですよね最近。つけてないのに伸びてる、なんでなんだろう。下まつげが、しかも下まつげがなんかびっくりした。自分的にはどんな髪型が一番似合うと思う？ストレート。
ートのマフラーコーディネート楽しんで、ありがとう彼女さん、彼女さんふふ手紙って封筒ごと届く、うんね、私は何だったっけな、何だっけ、エマーキットみたいな名前のやつがクーカちゃんもいいって言ってて、福ちゃんと一緒に買いました。さあすごいよね、その伸びるの、白目が思ってないし、良いですか？みほりん、ショートカットになるはずが、あれな、もう無理だよ。もう無理だよ。トロのインスタ見てた、ふーちゃんと。そういえばファンレターを初めて書いたメンバーみちでした。すごいじゃん、書きたくなるのってすごくない？だって人に手紙を書く機会ってあんまりないじゃないですか。書きたくなるのってすごい愛があるじゃん。デムニアさん、キョンシーさんで、サイザードさん、松前さん、ホジェさん、キョンシーさん、イシケンマシンさん、ありがとう。かわいいカピバラ、メルノシンの可愛いの打率が高くて、明日何の髪型しよっかな。ティバーは王ちゃんさん、ゆきさんで、サイザートさん、ありがとう。スカパラダさん、ありがとう。またたびさん、ありがとう。いいじゃん、初めて書いたのおきちゃん、みほりん星投げて、天使のヨネフさん、ありがとう。ユニゾンライブ行きたかったですね。ピスタチオのアイス気になってるけど食べたことない。パフィーさん、ありがとう。知恵のピンクは隠しとるから。デサイサートさん、ありがとう。今日の雰囲気好きすぎて彼女かと思います。今日の服かわいいよ、黒に、ほらちょっと良くない？ぽいぽい折りそうって感じの服。明日からドリミネーション始まる。明日からなんや。ちゃんともう予約しました。今年も一緒に見に行こうねって。ホモチンさん、エムケンさん、ありがとう。近所の犬に懐かれささん、ありがとう。みちは一体何いるのか、今日も違うみちです。うそ、髪の毛によって確かに変わるかもしれん。ニノさん、ありがとう。マリクバはネックレス持ってる。川橋さん、大チョコピマルさん、ありがとう。ダダダダムノさん、ありがとう。みちが好きさん、ありがとう。
キルスさん、ありがとう。スト系の服、ストリート系ってこと、うん、多分着てる。分からん、自分のあれが、自分のファッション、何ファッションのジャンルが分からん。大学留学、ほんと福さん、ありがとう。今日上着かわいいんです。コーデ好き。本当ですか、ありがとう。アイドルモードの時と真の姿、真の姿って何、ナイト加減が髪ってる。オレンジだから漏れるのかしら。ゴリゴリのストリート、ストリートファッションってどんなの。ホジさん、ありがとう。女子力どんどん増してる気がする。マジ、それ前髪こうやってやっとるけんよ。前髪パッツンだとやっぱなんかもうちっくなるよね。青春のマンツースイちゃん、最近大人っぽいコーデ多い気がする。確かに。快速タックンさん、ありがとう。昨日着てたブラウンカーディガンいいよね。快速タックンさん、パオシさん、マサさん、ありがとう。暴れまくってるジャンボネツ、おーちゃんさん、ありがとう。前髪ってまだ伸ばすの、こんぐらいをキープしたい。スケボー乗ってそうな G ジャンみたいな。残沢さん、ありがとう。今の前髪何点、でも画面に映ったらなんか意外といい、95点ぐらい。理想の前髪は D4DJ の桜田美優ちゃんみたいな前髪になりたい。てか推しメンだからその子になりたい。そう、うん、二次元。いいな、こんな暗さの家がいい。そうだからこの前髪の束感と流し感にしてるんだよ。あの子、僕がロングシュート決めたらどんな顔するだろう。いいよね、よく聞きます。私、なおちゃんが未知の話題してた。なんで、あおちゃん誕生日おめでとう。間接照明って憧れる。あ、いいやん、間接照明はいいやん。レイアップシュートってなんだっけ。でもバスキー意外とできとると思ってできてないんやな。でもでき、あの点は入れれるけど、なんかフォームとかは知らんって感じ。あたたびさん、ありがとう。助走して打つやつ、あの3分以内でのやつ、いけるいける多分。
スリーポイントシュートやってた。コッコとキャンドルの灯りでお風呂入れますか。やったことないっすね。深夜さんありがとう。やってみたい。バラを浮かべたりね。デブニアさんありがとう。でもみかん浮かべたりとか、ゆず浮かべたりとか、ゆずあるかな、みかんとかある、泡風呂もある。ブザービート決めたことあった。そう、こうこうやってヒュイヒュイすくって。ケンケンさんありがとう。生活の知恵、そうなの？なんでなんで？バラの花を浮かばしたことはある？いや、バラの花はないけど、お金ならある。お金、お金、札、札束風呂。まあ嘘ですけどね。ブルーさんありがとう。あ、でもお風呂で、お風呂ではでも飲み物、飲み物か飴ぐらいしか食べたことないな。お風呂でガム食べるのめっちゃ嫌いなんよね。なんかお風呂入っとる時に口が寂しいじゃんか。それでさ、飴をよく食べ、なんかお風呂入る時に金のミルクを食べるのにハマってる時期があったんですけど、なんかその飴の前はさ、ガムとか食べて入ったりしてみたけどさ、もうなんかすごく嫌なんですよね、ガムって。お風呂は、ガムは外で食べるべき、お風呂の中はダメ、飴はお風呂で食べるべき。飴を食べながらのお風呂は、お風呂が 1.5 倍ぐらい楽しくなる。バスローズのセット買って使ったけどめっちゃいい香りだった。お風呂バラにして入ってるの？めちゃめちゃおしゃれやんけ。お風呂はアイスかみかん？え？嘘。いや、今ちょっとバカにしたでしょ。うん、バカにしてはないけど想像はした。ああ、あの人がお風呂バラの匂いにして入ってるんだなって想像はした。サイズハートさんありがとう。デムニアさんありがとう。スマホも耐えてるの？うん、酔ってるのが酔ってないっす。お風呂はうどん、あー、あの新居になったらでしょ。知ってる知ってる。ミチの写真集出たらお風呂にミチの写真集浮かべて入る。やめて。いやや、べちゃべちゃになるじゃん。浮かぶのかな本って。半身浴ね、たまに、あの、なんかダイエットにいいって聞いてた時はしてたけどって感じ。いや、私は写真集なんて、なんてなんてです。ユリニャみたいなレズ言う。いや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 、ミチのアクリルスタンドとあんたのために。いや、まあみんなアクリルスタンドね
よくない使い方するから、ご飯に刺したり飲み物の氷の上に乗せたり。だからまあお風呂で洗うことも大切なのかもしれんけど。こんばんは。お風呂でフルーツ作るってあった。え、お風呂のお湯で。でもあれ牛乳か。お風呂用と鑑賞用と保存用か。いや、お風呂に入浴剤みたいな。うん。でもお風呂で1時間寝るのにハマってた時ある。お風呂で、お風呂の浴槽で寝たらね、だいたい1時間ぐらいで起きるんですよ。まひちゃんが17歳、8歳の、まひちゃんが私の17歳か18歳ぐらいの誕生日に、なんか、お風呂に浮かべるワニみたいな、ちっちゃい、なんかいっぱい入ってるやつくれた。そうなんよ。寝るのダメって寝るのダメって今になったら知ってるけど、その寝るのにハマってたのは中学生とかだから、まあ寝たくて寝てたわけじゃなくて、あったかくて寝ちゃったんですよ。恭平さんありがとう。息ができなくて起きたことあるよ、笑。いや、笑えないから。お風呂での眠気って気絶だから危険らしいね。もう大丈夫。今日メンバー黒服率多すぎないかって思った。でも黒の服着るとなんか暗闇に紛れられるからいいですよね。スカパラダさん、デューニアさんありがとう。シャンプーハット扱って、あ、存在が消えた。え、でも自分も夏休みのお昼にお風呂に入って冷たいでゴーグルつけて潜ってたことあるよ。0時で誕生日になります。お、ラスト何歳かを楽しんでください。そうそうそう、いくつの時、中学中学わかんないな。中学何年、僕だけじゃなくて安心した。あと、ゴーグルつけて、ストロー持って、なんか、ギリギリ、ストロー細いからさ、なんか、固定はされんじゃん。じゃ、こうやって、手動犬みたいに、してた。中二病だな。でも、確かに、中二病だったかも。友達がなんかそういうボーカルだけめっちゃ好きで、私も影響されてボーカルめっちゃ聴いてた。めっちゃでもないな、めっちゃでもないわ、全然嘘ついた。それみんな通る道。え、本当？ストローをしなげるにするの？みんなやってたんだ。リコーダーをシュノーケル代わりにして思い切り水飲んだ。ストローはさ、ちょっと曲がるからさ、
わかるけどさ、リコーダーって縦じゃん。もう背面から潜るしかないしさ、穴開いとるし、どうした？無理やん。それは私よりやばいな。チャオさん、ありがとう。まあ、ちくわね。どにどにすればいけ。ダメよ、あの、こっちのさ、こっち側の裏にさ、あるから、穴が。そっから入る。私も浴槽でさ、リコーダーゴーグルしてリコーダー持ってさ、背面からさ、こう潜りながらさ、必死にドアを押さえてる姿想像したらやばいんやけど、すごくない？しょうもない話は終わりで、おやすみ。確かにいい配信だった。いきます。13位、天田さん。12位、上野さん。11位、ムケンさん。10位、ホジェさん。9位、セリアさん。8位、コモチンさん。7位、ギルスさん。6位、キョンシーさん。5位、大地さん。4位、坪井祐介さん。3位、ミチュガスキーさん。2位、東京 TK 局長さん。そして1位は、ドゥルルルンチャン、ダッチャンザナチキさんでした。ありがとうございます。温泉タワーありがとう。今日のラッキーナンバー22位は、ドゥルルルンチャン、なっちゃんさん、ありがとうございました。それでは、今日も一日お疲れでした。ありがとう。バイチラプラスイッチ出す。